姉ちゃん。え、若、いや、荒川雅人さんは。本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした、若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですね。時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。大丈夫ですか、若。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。それ海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっとなんでそんなもん持ってんすか。今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？俺無理っすよ。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。意気地のねえやつだな。若
行くぞ。若っ、いらっしゃいませ。こんばんは、マサトさん。ねえ、体良くなったの？びっくりしちゃったよ。おい、夢野さんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ、すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと、わか、速攻話つけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。まあ、なんつうか、その、そちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん。お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、なんだと。話にならん。なんだとこれ。分かるように話せってんだ。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえかバカ野郎。すみません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつさ。ほうそれにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな、あんたは。どこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。
名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢野さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。ま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎、よく来るのか。いや、初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その。早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。何それ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも若の女出てなくて、若の彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え、こら、もう。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケスだこいつは。いや。あ、マサトさん、うまいこと言う。ま、そんなこったろうと思ったよ。ほらよ。さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの。マンション一個くらいだ。と言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。あ、ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。イチ、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。はい。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。優しい。じゃ、飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。
夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか、もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か？暴行か？そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃあせいぜい巻き上げてやれ。わかった。じゃあ後で。そこに。あの若。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。分かった。例の裏ビデオ屋は今日兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないっす。でそいつからいくら取れたんだ。それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか、なら切り取りの方は。はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この
尾封は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた？ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと？てめえがせびったんじゃねえのか？しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ、組に金も納めねえで何がプライド。なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい。助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでからっきしですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進む奴がいて、フォローしてくれるミスがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。そういや今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ、そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さてじゃあ20世紀を締める飯を食いに行くかな。一番ういっす。ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前女の方どうなんだ。いません、俺は女にはからっきしで。チ
しけたことじゃって。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえ石、何舐めた口聞いてある。いや、過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうが。でもな、俺もこいつとなら初体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ、まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ、もうお亡くなりだとは。一応24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端でよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え？でもそれじゃ。組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれは子供ができたって言ってくるまではな、どなりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え？組長は茜と腹ん中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああ、さすがに俺も耳を疑ったわよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間をしたいことを始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。首の門が病院に差し向けられてたからな。そして町を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。喫茶アルプス。ああ、だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。茜か。お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え？私たちの赤ちゃん。でもすぐそこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。わかった、今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、ダメ、奴らが来た、どうしよう。アカネ、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。赤ちゃんをロッカーに。本気？大丈夫だ、赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたら
アルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。分かった、この子お願い。赤で、おい、いたぞ、女だ、行け行け行け。おい赤で、女、くそ、どこ行った。おい、早く探せ。待ってろ、待ってくれよ。何なのあれ、マジでやべえよ。ラッキー、あ、言ってくれ。警察に通報する。グレおい、大丈夫かよ、しっかりしてろ。どけー。